はいどうもピョーキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ジークドリームスオブワルシンということで、これ実はですね、トロールコースかわかんないから一瞬だけやったんだよね。そしたら開幕見事に引っかかってしまいました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.15%。 いやちゃんとね、罠に引っかかる前にすぐにやめようと思ったんですよ。そしたらとんでもない罠が来ちゃってさ、最初に砲台があるじゃん、こっからすぐにハンマーが出てきてさ、これは引っかかるでしょ。この瞬間に僕はトロールコースだと思いましたね。さあまず上に行くのは間違いないと思う。下はまず違うでしょ。そして右に行け。開幕バレー。いや本当にさ、ここハンマーのところ以外全く知らないからね。じゃあここはすぐ右に行けっていうことだね。そして今ピーヨンが鳴ったな。ここは右に行くか、いや上の方が怪しくない、この上に行くのが。いや当てろよちゃんと、なんでそんなギリギリ当たらない設計なんだ。それじゃあここ青の土管に入れないから、すぐ赤の土管に入っていけっていう感じだね。それじゃあ進んでいきますか。ここは USA 記録を取って、どうする。ドルデデデ、分かったよ、ここは右ダッシュしてあの球を避けろっていう感じだね。ここ壊してみる、一旦壊してみていい、あのブロックめっちゃ怪しくない、ブロック壊すのが正解なんじゃないかな。そして上に行く。ブロック壊す意味何の意味もなかったね。じゃあここは一個一個ちゃんとさ、このブロックを壊して。なんでさ、なんだよ、頼むってやめてくれって、そういうの。ここ一番下で一旦チビになって進めないから、どうせ上まで届かないんだろうな。やらしてくれよ、なんだってそれ、もう一生やられねえじゃねえか。それじゃあここは右のブロック壊したらいけなかったんだね。壊したらさ、このデカキノコが出てきちゃうからね。なんでこのチビのまま進めと、そういうことだと思います。さあここは右を失敗するじゃん、ここはあえて左を失敗してる。あっ許せ、ね、そしてさかじゃテテ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 テ。はい、ここは右ダッシュでよかったってことか、なかなかやるじゃねえか。このデカ魚抜いてやろうか、抜いてどっかに投げ飛ばしてやろうじゃねえか。僕の勝ちだね。じゃあここは下に降りた瞬間すぐ左にダッシュ当たってもいい。よしよしよし、そしてこのまま上に進めると。頼むって、何が救世主、お願いします。なんだ、このコース僕の喉をやりに来てるよきっと。さあここは何もしない、ピンクコインコース、あ違うね、青の土管か、緑、青の土管入れない感じか。それじゃあ緑の土管入っていきましょう。次は何が来るんでしょうか。ここはヒップドロップ、いや合ってんじゃない。そしてほらうますぎ、そしてこの奥はで USA を取って下に行けと。ヒップドロップしたらダメだったんじゃねえか、もう上のカロン取れないしさ。まあ僕はさ、中間ポイントがいらない男だっていうのはみんな知ってると思うんですよ。ほらね、ほらね、この魚を避けることぐらい全然楽勝なんですよ。じゃあ一体このピーヨンがなくなって右のドアに入って、もこのままゴールまで突き進もうぜ。よっしゃ、あここで中間ポイントくれるんだ、ありがたいけど。そしてこの土管に入っていくっていう感じだね、土管じゃないドアね。さあこっからリンクを取って、ここで爆弾で壊す、めっちゃ順調。ここ左は、この左めっちゃ怪しくない、なんでしょうか。もう終わったんじゃないんですかね、これバッテリーがなくなっていますね。石親父ちょっと今モザイクみたいななったんじゃないの。バッテリー持ってくれるかな、バッテリー持ってくれるといいんだけど。でもさ、一旦ここどうせチビにならないけんよね。そしてここでどうすればよかったんだろう。なるほどね、この石親父にやられたっていうことか。じゃあここはハテナを叩いた瞬間すぐこの場所に追っておけっていう感じだね。読めたぞ僕は、このブロックだろう。違うのか、じゃあこのコインだ。てやでい、まさか一番正解そうなオウムフが正解だったとはな。じゃあこのオウムフをしてすぐ左に逃げる、これやってる、はっ。よし、危ねえ、ナイス反射神経だったね。さあこのまま土管に入ることができるんでしょうか。さあ進んでいきましょう、次はどんな感じだ。すぐあのキノコ
いや、あのキノコ、なるほど、いろいろ出すぎなんだって。あと1回ぐらいどっか出てよ。容赦ねえな、キノコの出し方が。次はしっかりとキノコを取ってみせたいと思います。もう1回引っかかれば次はわかるんだよ。頼むって、なんでそんなとこで USB が出るの。もうどうにでもなりやがれ。USA がどのタイミングで出てくるかだよね。一旦ここ上って左行く。なるほど、これでいけるっていうわけで、ね、そしてもう一回当たって先に進めばいいっていうことでしょう。さあ、ここで USA もらいましょう。そしてここで下食べていいのかな。大体下食べたら、あぶねえ。あ、待って、間違えた。あれ、でもなんか下あるよ。あ、別に落とそうとしてないんだね、制作者さん、優しすぎ。そしてここで着火する何かが出てくるのかな。あれ、バネ、このボム編持てる、持てないよね。バネを持ってあのブラパンに当てて着火しろっていうことだろうね、きっと。それじゃあ着火していきましょう。これは魚が出るんじゃないのか。いや、大丈夫。いや、全然大丈夫じゃねえ。このバネを持って左の土管の方に戻れっていう感じだね。それじゃあ行きますか。え、ここ空いてるんだね。さあ、ここで戻ったら何が変わる。あ、いや、めっちゃビビったわ。息圧を大量にくれるだけか。さあ、こっからなんか変わってると思うんだけど。なるほど、裏を取って先に進めと。上から行けんじゃないのかな。どうなんだ。それじゃあ次はしっかりとファイヤーを取って氷を溶かして進みたいと思います。一旦氷溶かしてすぐ右に逃げる。いや、合ってんじゃないこれ。そして上から行けるみたいな感じじゃないの。いや、違う、熱いじゃねえかこれ。上行けんで、ね、ファイヤー取ってもう一回アウトの間に戻れっていう感じかな。それじゃあここで一旦ファイヤーをもらって右の土管に戻ってみるよ。そしたらなんか変わってるんでしょ。どうなる。なんだここ。あ、ナイス、危ねえ。あのフラワーには引っかかりませんでした。で、ここで氷を溶かしてこの緑の、入れないぞ、着火しろってことか。着火だ。いや、大丈夫、どっちを信用する。いや、ちょっと待ってくれよ、着火でもよかったじゃんか、別に鉄球じゃなくてもさ。それじゃあ青の土管入っていきたいと思います。さあ、そろそろ第2のチェックポイントがまだだと思うんですけど、これは一旦チビになれっていうことか。そして上に行けっていう感じだね。タイミング狙っていきます。このタイミング。いや、どういうことよ。じゃあここで USA もらって、このデカキノコの状態で行けっていうことだろうね。それじゃあチェックポイントに。イエーイ、やんだべ。それじゃあここはオンオフどうやって変わるんだろう。あ、一旦やられるっていうことだろうね、きっと。はい、それじゃあやられてきました。あ、やっぱりね、これでオンオフがなくなって先に進めるということか。そしてここはすぐ上を叩く。なんもない感じ、上を失敗。絶対これで合ってるよ。それはわかるかただ皆さん、僕分かったことがあるんですよ、今のところで。このキノコを取ったらいけないね。取ってしまうと上のツタの場所があるじゃん。そしたら、あれ、さっきと違う。なんでさっきと違うの。こっちで合ってんのか。戻されてないよ、きっと大丈夫。次はなんか違うパターンなんじゃないの。そうで、合ってくれ。どうなる。チェックポイント戻しっぽいぞ。一旦ヒップドロップしてみるで。頼む、さっきと何が違ってくれ。チェックポイント戻しはやめてくれよな。うわ、絶対戻しじゃんか、こんなの。さあ、 B4 がなくなりました。チェックポイントを取ってしまうんでしょうか。いやはい、それじゃあ戻ってきました。一旦この土管に入るところまでは間違ってないと思うんだよね。ここで上を進化したらいけない、そういう感じでしょ。そして左のドアの方に入って上に行けるっていう感じだね。なんでよ、なんでいつもさっきと違うのよ。いい加減にせんかいや、そろそろさ、充電がなくなりそうなんだって。なんでマジで早く行きたいんだって。このスタートっていいのか。僕はスタートるよ、スタートのとこ正解。これどうやってやられればいいの。あ、下になんかある感じね。まさかスターが罠だとはな。うわ、罠とは思ってました、正直。さあ、ここは右の方のハテナ叩こっか。こっちが正解。合ってんじゃないの、これは。何、
多分合ってる合ってる、この土管に戻るっていうのが正解でしょ。てて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 てやめて、もうどうしてかったの、いつも、もうやめて、充電がなくなるだけだから、コントローラーの充電そろそろなくなりそうだから、そういうのやめてよね。もう何も来るだよ、絶対に来るだよ、来るなっつってんだろ。やったナイスオーダー。今日僕いつもより狂ってるかもしれない。たたいて左にダッシュ、よっしゃ、これでいい。ハラちゃんが来てる。なるほどね、チビのまま下に行けと。あ、いや、これで合ってんじゃない。そしてこのまま上に行く。うわ、ファイヤー状態のまま来なきゃいけなかったのね。それじゃあここはファイヤーを取った後に鉄球を出して右の方に逃げておこうか。これで回避できるんじゃないかな。そしてこの穴に抜けていく。ハラちゃん当たらないかな、大丈夫。邪魔くせ、頼む当たるだよ。あやめろよ、花ちゃん、そういうのさ、同じ花だったじゃんか。分かったよ、これ先に鉄器を出しておけば問題ないんじゃないかな。そしてこのファイヤーを取ると、そういう感じだね。そしてここは一旦チビになっていけっていうことか。そろそろゴールがあってもいい頃だと思うんだけどな。僕のこのコントローラーのバッテリー的にもいいのか、本当にいいのか。ここは右下に行くのが正解なんじゃないか。行けるよ。邪魔すんなって、まで一旦上行っている。まあ、せっかくだからさ、こういう正規じゃないやり方はやめよう。そしてこのまま一旦下に降りていくと、でやられるだけでしょきっと。あ、いや、期待させんなよ、ただのバッテリーの無駄じゃねえか。何見てんだよさっきから、ムツゴはよ。じゃあここは下に降りてすぐ右に行け、多分これで合ってる。やめてくれて。じゃあ僕は正規じゃない生き方で行くよ。これ連打で行ってみせるから、みんな見てて、ちょっと黙るね。結局いけんやん。じゃあここは一旦バネを避けよう。よしよし、そしたら先に進めるっていう感じか。一旦この、いや、ハテナロを叩く、これが正解。うわ、どうしよう、これ合ってんのかな。このブロックはなんもない。じゃあ下に行くで合ってんの。あ、なんか取れたよ。そしてどこ、どこにいるの。わかんねえって、ドアが左下にあるってことかな。左をシンパして上に、あ、なるほど、そういうことか。わかりづれえな、ここはもうミスったっていう感じですか。一旦シャキン、シャキン、いや、チビになってシャキンしてこの左上に行く、絶対合ってる、もうすぐゴール。マジかよ、え、時間戻し、いや、さっきと違うパターン。今さ、右上の方になんかあったよね、鉄球かなんか出てこなかった。うわ、どうなるんだ、やった。まさかこんなゴールの仕方だとは思わなかったな。どこにゴールが隠れてるんだろう。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ2042ということで、サムネを見る限りですね、下から順に靴を履いたクリボー、杭につながれたワンワン、そして最後に砲台が乗っているわけなんですけど、このコースどういったコースなんでしょうか。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.68%。 ゴール条件がなんかあったね、靴を履いたままゴールっていうことは、クリボーが履いてるあの靴を奪えっていうことでしょう。いや、どうやって奪うのよ、これ踏めないよね、ほら杭が邪魔で踏めないんだよね。もうやめていいですか。クリアできる気がしねえ、これマジで踏み方が分かんないんだよね、これ時間かかりそうだな。ちょっといろんな方法試してみるね。まあ、最初の方にもやったけど、普通に上から、うわ、無理だよね。あ、いや、今踏めたよね、ただ消されたけど。ということはよ、これ上の方で踏んじゃうと靴が取れないから、下の方ギリギリで踏んでこのクリボの靴を取るみたいな、多分そんな感じじゃないのかな。意外と早く攻略法見つかってよかったね。このコース始めた時絶対クリアできないと思ったんですけどね。ここでやでー、これ意外と踏むの難しいよ、動いてるワンワンがマジで邪魔だ。このだけかー。うわ、返して
してよ。イルくん、僕のニューバランス返してよ。それ履いて歩いてるとかかとがキラキラ光るやつなんだよ。お父さん。お前か、わしの息子の靴を奪ったやつは。今なら許してやるから返しなさい。それは窃盗という犯罪だぞ。靴壊しちゃった。でさっきから僕クリボーが左から右に来てる時に踏んでるんだけど、この状態でもし取れたとしてもよ、左に行っちゃうから靴を履いたままゴールできないよね。なんでクリボーが右から左に来る時によ、この靴を踏んで右のゴールバーに行けるっていう感じじゃないかな。ピオキング、新しい靴を買いに行こうか。それでお父さんを許してくれ。はっ、やった。お父さん、この靴めちゃくちゃかっこいいよ。なんていうの。それはな、エアマックスっていうんだ。かっこいいだろ、この打鍵が。何やってんだこのクソ親父。うわ、マジでミスった。ゴールすればよかったな。やっと来た。数十回繰り返したよ。いや、さっきはね、このワンワンを踏みたかっただけなんですよ。あ、間違った。靴履いてゴールやったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。